皆さんこんにちは、ワンダリクルフィジです。今回はハーツオブアイアンを現代モッドロシア編、続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナへの圧力をかけていきたいので、国家方針ですね、画面中央に映っているこちら、ウクライナへの圧力を取っていきたいと思います。時間は少し進んでいて、2017年10月になっていますので、このまま時間を進めてですね、今ご覧いただいた国家方針完了していきたいと思います。では時間を進めましょう。では軍の展開状況ですね、ここでおさらいさせていただきます。まずウクライナとの国境沿いですね、ここには侵攻部隊1という形でご覧のような兵力を揃えてあります。まあ、残念ながらまだですね、陸軍の経験値が十分に溜まっていないので、師団の最適化はできていないんですが、それでも、デフォルトで配置されている師団のバランスがすごくいいので、まあ、ほとんど手を加えないで良さそうです。装備品が多岐にわたっているので、このあたりはですね、生産品をしっかり見極めて、不足が出ないように気をつけていきたいと思います。で、国境沿いに展開した部隊とは別にですね、モスクワに駐留させている、これ侵攻部隊2という形にしてあります。ウクライナ国境沿いの紛争で、もし劣勢になるようであれば、この侵攻部隊にも投入していきたいと思っています。続いて、海軍の展開状況ですね。黒海にはですね、黒海の艦隊ということで、黒海遊撃艦隊を配置してあります。これには新型のフリゲート艦3隻を追加で増強中です。それと、黒海の遊撃潜水艦隊。ここにはミサイル潜水艦を2隻増強中です。さらに、黒海遊撃潜水艦隊にということで、ここにもですね、潜水艦隊を配備して、合計3個艦隊でこの黒海の制海権をしっかり取っておきたいと思います。ウクライナへの圧力完了しました。続いて、ウクライナの反ロを批判。これを取っていきます。さらにですね、ウクライナに圧力をかけていて、禁輸措置。これを発動してます。開戦に向けて準備を進めています。ただですね、ウクライナと正式に戦争を始めるためにはですね、国際緊張度 35% 以上が必要なんですが、今 11% なんですね。これをなんとか 35% まで引き上げるためにいろいろと工作をしていきたいと思います。軍の増強をさらに行っています。ウクライナの国境沿いに加えて、ベラルーシと協定を結んだので、ベラルーシにも、師団を配置済みです。ドネツクにも部隊配置済み。さらにクリミアにも部隊配置済みという状態で、まあ、完全にウクライナを包囲した形になります。非常に残念なニュースが入ってきてます。ウクライナに潜入させていたこの美人スパイが殺されてます。もうこれ立派なウクライナへの軍事介入の口実になると思うんですけども、残念ながらまだね、ウクライナに侵攻できる準備が整ってません。ウクライナの状況なんですが、アメリカと侵攻を深めているのが如実に出てます。アメリカにすり寄るようであれば、開戦をね、していきたいんですが、まだ開戦の準備ができる。国際緊張度まで高まっていないという状態です。はい。新しくですね、戦闘機、第5世代のものにアップグレードかけてあります。これによって、第5世代の制空戦闘機、さらに、第5世代の戦闘攻撃機、フラットパックですね。これの生産を開始します。はい。ウクライナが先に仕掛けてきましたね。ノボロシアに対して、戦闘を始めています。これ、口実にですね、我々はウクライナに対して地域の安全を脅かしたという名目で宣戦布告の準備を始めます。狙いは
首都キエフ、そしてオデッサを含む全地域を対象にしましょう。さらにロシアに対してはですね、我々は海遊部隊を派遣します。では、ノボロシアに派遣した、まあ、一師団ではあるんですけども、この精鋭一師団を使って、撹乱をしていきます。で、その間にですね、ウクライナへの正式な宣戦布告を行っていきます。このノボロシアには、ロシア軍も駐留しているので、まあ、ノボロシアがいきなり落とされるっていうことはないというふうに想定しています。では、2020年5月24日、ウクライナへの宣戦布告の準備が整いました。宣戦を布告していきます。まあ、これでね、一気に、ウクライナを飲み込んでやろうという大戦の始まりです。で、世界の情勢見ておくとですね、まずアメリカは、オバマさんから、トランプさんに変わってます。まあ、トランプさんに対しては一応、改善をね、関係改善を申し込んでおきましょう。安倍さんにも同じですね。で、中国は、まあ、実質我々の味方ですので、引き続き協力をお願いしていきます。では、肝心の戦争の状態です。ノボロシアの方は奮戦していて、ウクライナの侵攻に耐えてますので、ノボロシア、まあ、さらに、ウクライナとロシアの国境、クリミア半島、ここから同時に攻撃を仕掛けていきたいと思います。侵入します。で、一応ですね、空軍の援軍を得て、攻撃ヘリコプターをクリミア半島とロシア、ウクライナの国境の軍には200機ぐらいずつですね、戦闘攻撃ヘリコプターを配備してあります。それと同時にですね、強襲上陸をオデッサにかけます。だからウクライナからするとね、4つの地域戦域をいきなり作られる状態ですね。これたまらないですよね。ロシアの圧倒的な軍事力を感じますよね。制空権はこんな感じですね。ウクライナ上空は完全に我々が制空権を取っているという状態です。オデッサも取りましたね。そしたらオデッサを取った部隊は、この後、敵の後方を撹乱して回りたいと思います。で、クリミア半島から進撃してきている部隊と、ここはですね、合流を果たせれば一番ベストかなと思います。で、クリミア半島を攻略した、出撃した部隊は、このままキエフを目指してもらいましょう。進軍ルートは微調整はしていきます。ここまで NATO、まあ、アメリカ、ヨーロッパの各国の支援を全く受けられない状態のウクライナなので、首都キエフにすでにロシア軍が迫っています。ベラルーシに展開していた24師団、これ使う必要なくキエフ落とせそうですね。ここが首都キエフです。キエフ、取りましたね。そしたら、ウクライナの首都は一旦テルノービリに移っていますが、まあ事実上、ウクライナの攻撃能力を完全に削ぐことができたと思うので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、ウクライナ全領土の
占領を行っていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきます。